49駅は、三重県伊賀市49町にある伊賀鉄道伊賀線の駅である。福駅名は、ンタウンーが上の前駅、伊賀市街の南の玄関にあたる。9、49駅は、第二次世界大戦中の1945年に、営業が休止となり、そのまま再開されることがなく24年後の1969年に、廃止となった。 現在の49個線橋の真下あたりに設置されており、跡地にはホームの一室みが残っている。49町自治会の西岸により、旧駅の300メートル北のイオンタウンーが上野の裏に2018年3月17日に再開業させた。2017年7月に着工し、総工費約2億4600万円をかけて建設した。ホームは、 短式で、勾配の途中にあるため標準よりプラットフォームを10メートル、長い約47メートルとし、自動列車停止装置を設置するなどの対策がなされている。駅北東側の踏切付近から、長さ約34メートルのスロープを線路と並行して歩くと、ホームに上がれるバリアフリー構造になっている。2019年1月から業務を始める、東役所新庁舎の最寄り駅で、 市は1日あたりの利用者を営業初年で片道150人、新庁舎会長後は同200人と見込んでいる。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。なお、2017年度の実営業日数は15日である。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。ありがとうございます。